い、お疲れ様です。ほぼなかです。今日の、日雇いバイト 70% 終わりました。お疲れ様です。今日はやっぱり予定通りゴミ出しでした。はい、もうほんまになんかこうマンション部屋引き払うのにもうほんまにもういらんやつ全部もう捨ててください言うて依頼で、もうそれ全部バーって荷物出して、そう、ほんで やっつけてきました。3人がかりでやっつけてきました。偉かった。もうやっぱりな、やっぱりもう金儲けは楽して稼げませんほんまに大変やわ。そう、ほんで俺はミキシナはあのキャンターのダンプ乗って撮ってるけど、帰りはちょっとあの資材を堺の方に持って行って、ほんで終わったらもう帰って終わりです。はい、まあ帰ったらもう6時7時ぐらいになるかなです。ちょっと盆明けやったから体力がかなり消耗が激しいやっぱりな、こうダラダラしとったからあかんですね。偉かった。いっぱい汗かいた。よいしょ、坂道やからちょっと軽やから、ほんで片付けとったらゴミ出しもうどんどん捨て、これも捨てて捨ててってどんどん捨てとったんやけど、これ横に長い額に入ったあの小判、なんか大きい小判、まあ、大判なのかな、大判からもうずーっと左右に末広がりのように広がるような小判のコレクションあるやんか、もうあれを、あれこれもこれもいらんからって言われて、小判いらんのみたいな感じになってそう、ほんで社長にこれ小判いらん言ってますよって、いらんのとか言って、偽物かなとか言うとってんけど、そう、あれが偽物やったんか本物やったんかなと思って気になって、うん、で最初いらんって言ったんだけど結局もう持ち帰りになってんけど小判、そうそう、いやもうこんなん捨てるのもったいないもったいないと思って、あんな小判どこに売ってるかも知らんわ、大丸でもいいから売ってないから、そう、そんな感じでね、はい、がっつり作業してみました。偉かった。後ろ荷物にじめしてんねんけど、やっぱり平ぼでやからちょっと荷物飛んでいけへんからちょっと怖い、ドキドキよ。慣れたら楽しいかなって思う、うん、やっと
まあ慣れてきたんだけど、慣れてきたかな。人にもやっとこう慣れてきた感じかな。名前も覚えれて、そう、そんなもあって、そう、なかなかやったけど、今はそう、工場楽しいに仕事してるで。ほんまに工場で働いてるんですかって言われたから、よし、はい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 、領収書530円、 OK、 領収書もらいました、領収書もらいました、 OK です。領収書もらいました、一車線やな。頑張って飛ばすな。そうそう、工場な、そう、もう俺も長距離走っとった時は昔やけどな、なんやろ、今まで一般ばっかりやった時に急に突然な、あの、トナミ、路線のトナミ入れられた時、うわーって思ったもんなそう、なにこれ言うて、もう今までの、もうなんか今までの一般でもうバリバリやってきた、もうその経験がさほど役に立たへんそう、トナミに放り込まれた時、そう、なんか今までの経験は何やったんやろみたいな感じで、路線やトナミやった時はうわーと思ったけど、それでもまあ1ヶ月やって2ヶ月経ってしたら、もう井上君と2人、もうトナミ以外できへんなとか言っとったもんなお前にそう、あんだけ先導もうトナミ放り込まれた時、うわー、もうトナミ嫌やなー、でもずっと、うわー、トナミ、うわーみたいな感じずっと言うとったけど、もう2ヶ月もやっとったら、トナミ最高やなーとか言うとったもんな、そう、そんな感じで、工場も慣れへんかったけど、もう半年ぐらいになるんかな、そう、やっと慣れてきて、まあまあ、仕事の流れも分かってきたかな。なんか、あ、これができてきたらどこに配達行くなみたいな感じでなんかもう配達行く段取りの配車が組める勝手に俺が配車組んでそう、あ、もうすぐどこやなみたいな感じこれ俺のあかんとこ、勝手に配車するところがあかん、そうそんな感じでね、工場も楽しくしてるけど、はい、まあこうやって空いたでこうやって日雇いのバイトもしながらで、はい、いろいろやってます、やってます、ですですということで、堺まであと16キロ、あー、あと16キロかです。じゃあなんかもう空も黄昏れてきたし、ちゃんと終わってちゃんと帰ってちゃんと帰ります。じゃあ皆さんお疲れ様でした、ほんまなんかでした、バイバーイ、またね。